日本で一番危険な場所と言われているスポットをご存知だろうか？それは、福岡県の宮若市と久山町をつなぐ犬鳴トンネル。今回はなんと400カ所以上も心霊スポットを回った一致が一番危険だったと豪語する犬鳴トンネルへ。実際に行ってみた様子を多くの写真と共に紹介していく。心霊スポットの写真が多く出てきますので、苦手な方はご注意いただきたい。今から日本最強の心霊スポット、旧犬鳴トンネル行くで。いよいよ年末やし、旧犬鳴トンネル行くわ。ただあそこは県外やから、突してる間は2時間くらい間が空くかもしれん。そこは許してくれメンス。犬鳴トンネルとは、ホラー映画犬鳴村のモデルとなったことでも有名な、日本屈指の心霊スポット。日本の法律が通用しない狂人たちが集まる集落、犬鳴村の都市伝説で知ったという人も多いだろう。ネット上には様々な心霊体験が寄せられ、今では立ち入り禁止となっているほどの超危険な場所らしいが、本当に大丈夫なのだろうか？通報しとくわ。オッケー、よろしく。今からホテルを出るわ。ホテルから歩いて1時間半くらいはかかるかも。牛丼に来ちゃうよな。さあ、誰やろな。リアタイ。ただ犬トンは県外やから、実況は難しいけん。一応予定では廃集落まで行くかも。おもろくなってきたぜ。今日の朝食や、飯テロ、見えとるか？何の変哲もない食事の写真をアップした一致。ここからは平穏な日常から一転して、日本一危険だと言われる心霊スポットに向かうこととなる。どのような恐怖に遭遇していくのだろうか。釣りじゃないよな。釣りじゃないで。ガチや。21時くらいにゲートに着く予定や。ただ廃集落までは行けるかわからんで。そもそも地元の友達から聞いた話やし、場所はカットランのよ。一回犬トン行く前に犬鳴ダム寄ってくわ。ダムに沈んだ集落と言われている犬鳴村、そのモデルとなったダムを先に見に行くという一致。ここからは、実際に一致が撮影した写真と共に紹介していこう。暇やから見てるわ、県外なりそうなったら言って。ありがとな、電波少し重くなってきたかも。ざっと20時半くらいにはダム着くと思う。とりあえずダム着いたけ、写真撮るわ。どや、見えるか？なんか写っとったら、教えてくれ。とりあえず返信なさそうやし、適当に撮っていくわ。どや、犬鳴ダムや。とりあえず写真載っけていくわ。なんか湿ってるんだよな。ダムだからこんなもんか。にしても明かりあるのにやけに暗くね？気のせい？ダムの写真を淡々とアップしていく一致。薄暗く、不気味な雰囲気の写真ばかりだが、霊が映っている様子はまだない。なんか、犬の声聞こえるんよな。犬鳴村だけに？まあいいわ、また何枚か写真撮ってきて一気に送るわ。ダム一周してくる。おう？気味悪いん撮れた。地蔵か。ああ、多分水子さん。ちょい待って心なしかこれこっち見てね。やば。そういや先日、犬鳴川で事故あったよな。3人が、くなったやつ。少し上流のあたりかな？福丸橋の近辺で、どんどん写真上げてくで。展望台やな。これ犬鳴村の映画にあった電話ボックスちゃうか？マジであるんやこれ。映画犬鳴村の重要なシーンで登場する電話ボックス。午後2時になるこの電話を取ると、何かが起こると言われている。もしも深夜にこの電話が鳴り響いても、決して受話器を取ってはならない。入ってみて。入った。とりあえず5分くらい待機しますか。防寒対策とか大丈夫なのか？福岡やから寒いだろ。少しな。ただ意外に平気やで。めっちゃ静か。あれ？今ちょい番って音せんかった？お、俺らに聞かれても知らねえよ。出るわ。じゃ、犬トン行くか。ついに、メインディッシュやな。なんせ日本一有名な心霊スポットやからな。興奮が止まらんわ。すごいなお前、怖くないんか？いや、恐れ山も異例の森も行っとるからな。こっからまた30分くらい時間もらうで。21時半くらいに到着予定や。わかったわ。慣れとるんよ怖さには。肝試し系はマジでやめた方がいい。蓄積するんよマジで。心配ありがとな。だが400箇所は新スポ行っとるんよ。犬鳴ダムは序章に過ぎない。いよいよ本命の犬鳴トンネルへ向かうという一致。様々な心霊スポットへ行った経験があると豪語する一致だが、果たして無事に戻ってこられるのだろうか？なんか新犬鳴トンネルに謎の空洞ある。怖。めっちゃ長いわこのトンネル。抜けた。この一本道、9トンくらいしか行く場所ないんよ。だから警察に職質されるとまずいから、素早く行ったら結構早く着いた。よしワープします。不法侵入やないで。あくまでワープや。ワープ成功、そろそろ電波通じんくなるから、よろしく。おう。旧犬鳴トンネル、及びトンネルに向かう旧道から中へは、現在すべて通行止め。私有地となり、自治体が管理しており関係者以外立ち入り禁止となっている。立ち入り禁止の柵の設置や、警察のパトロールもあり不法侵入は罰せられるのでお気をつけ願いたい。とりあえず犬鳴峠や。この先はしばらく電波通じんくなる。
多分1時間か、長くて1時間半くらいで戻れるんちゃうかな？戻れんかったら察してや。じゃあな、必ず帰ってくるで。I'll be back や。こっちの方が画質良さげかな？じゃ今度こそ行ってくるで。そう言い残して一致からの書き込みが途絶えた。スレミンたちはおとなしく一致の続報を待つ。牛丼食いたくなってきた。スキル行ってくるから頑張って写真撮れ。おい、牛丼やろう。お前、寒くないのかよ。風邪をひくなよ。すげえ怖そう。わい友達とじゃなきゃ行きたくないわ。今来た、一致頑張れ。音沙汰がないまま、時間が過ぎていく。一致が行ってからもう1時間か。一致大丈夫かな。もう1時間半経ってるよな。熊に襲われたとか。じゃあもう一致は。遅いね一致、一致。来ないね。黙祷でもしとくか。一致や、デスだいぶ遅くなって申し訳ない。吸引なきトンネル、両側とも行ってきたわ。とりあえずホテル帰るわ。寒い。一致聞いたー。あと30分ないくらいでホテルへ着く。結論から言うと、今までいろいろ言ってきたけど、あの集落は過去一シャレにならないわ。何があったんや？まあ話せや。ウプある？ホテル着いて、少し落ち着いたら写真あげる。今そのどころじゃない。寒いし頭痛いし肩も重い。疲れを癒してね。無事に帰還した一致。安心したスレミンたちだったが、一致の口からは、実際に起きたとんでもない恐怖体験が語られていく。さて、一致に襲いかかった恐怖体験とは？さっき言った集落は多分柳原集落っていう、江戸時代からある集落なんよ。ただ地元の友達の話だと、つい数年前に集落に住んでた最後の一人が、くなったって話だから、今は無人のはずなんよ。じゃ追ってきたあの人は何？奥の方にも大きな光みたいなの見えたし。あ、やばいやつだ、絶対やばいやつだこれ。うせえやばいやつじゃん。警察じゃね？何よりあと一歩で野犬に噛み、されてたかもしれない。本当に尋常じゃない数の犬がいる。そいつらの鳴き声や遠吠えがだんだん近づいてきて、ものすごい勢いで走って追っかけてきたわ。狂犬病で、のところだったやん。ガチでやばいやつやんけ。今回ばかりはほんまに終わった思ったわ。確か少し前に吸引トンへ突して行方不明になったスレミンいたけど、あと一歩間違えたら俺もああなるところだったわ。ホテル着いた。泣きそう。おつ。おかえり。風呂に入って体を温めろよ。本当ありがとうな。その言葉が心の支えになってるわ。大丈夫か？お祓いとか？明日行くわ。あんまお祓い行かん主義やけど。お祓い行ったのなんて、異例の森以来だわ。吸引なきトンネルに入るなとは言えない。いくら立ち金とはいえ入ったから立場上は口が裂けても。ただ言う資格がないことは重々承知の上で言うけど、あの集落の方だけは絶対行っちゃダメだ。今友達から連絡来た。その友達は19年前に集落へ行ったんだけど、確かに何匹か犬を飼ってたらしいんよ。で、しばらく散策してたら軽トラに乗ったおっちゃんが来て、ここは危ないけん、はよ帰り。言われたみたい。ただ散策中に島根ナンバーの白いセダンの廃車を見つけた言うとったわ。その友達によると、今回俺が行った場所もその集落で間違いないって話。19年前まで犬鳴きトンネル住んでたってこと？犬鳴きトンネルじゃなく、犬鳴きトンネルの先にある柳原集落に人が住んでたって話。19年前には人がいたんか。で、もしかするとその犬が繁殖したか？言ってたな。繁殖やったらいつか野犬でヤバいことになりそうやな。犬鳴き村はダムの底に沈んだって言われてるけど、噂だとたくさんの犬に追われたって話や白いセダンで行ってはいけないって話もあるから、地元ではその柳原集落が第二犬鳴き村って言われとるんだと。白いセダン。犬鳴き村付近で事件が起きた際、被害者が乗っていたのが白いセダンだったことから、決して白いセダンで犬鳴き村には近づいてはならないと言われている。白いセダンは迂回してください。この先日本国憲法通じません。などと書かれた看板があり、面白半分で中に入ってしまうと、気が触れた村民が斧で襲いかかってくるなどという噂もある。ただ友達曰く、実際に野犬に追われたって話は今まで一度も聞いたことがないと、写真アップしてくわ。道中さ、足音みたいなんはもちろん、変な叫び声やら鈍い音やらめっちゃ近くに人の気配やらずっとひっきりなしだったわ。はよ。こっからひたすら画像上げてくわ。まずは久山町側やな。集落がある方や。これが集落のある方に立っとる看板な。お願いってのがほんまにパンドラの箱みたいやったな。これが第2ゲートな。これ、右は土が少し盛り上がってるから、そっから上に乗り越えられるんよ。非常に不気味な写真ばかりである。とりあえず撮った写真全部アップするわ。いよいよ、ここからが犬鳴きトンネルの写真だ。覚悟してご覧いただきたい。待たせたな。これが久山町側の旧犬鳴きトンネルや。
犬鳴水道って上に書いとるん見えるか？この辺りで真横から低い声の話し声が聞こえたんよ。ここは昔、林地症、事件の、体が見つかった場所やな。1988年に、不良グループが若い男に車を貸してくれと頼むが断られ、その腹いせに暴行を加え、ガソリンをかけて燃やしたという凄惨な事件があった。その男が乗っていたのが、白いセダンだと言われているのだ。これライトつけて撮ってみたわ。いつもライト使わないで写真撮るから、少し文字見えやすくなったと思う。これが例の集落へ続く道。この辺りで左からめちゃくちゃ多くの足音したんよな。ここ多分真ん中くらいかな？で、こっから集落へ向かう邪道に入るんよ。で、これが邪道。ただこの1枚しか撮れとらんかったのよ。あと他はみんな真っ暗で、これしか撮れんかった。この先に柳原集落がある。そして、反対側に映るわ。怖え。これが1枚残ってたわ。ここめっちゃ白い線映ってるんだよな。虫が多かったからか。これも左横がガラ空きなんよな。これって旧犬鳴トンネルの写真。そうや、ダム側の方の旧トンへ向かう道や。これが旧トンに行く道とか帰りもこんなん通るとか絶対漏れは無理や。なんか青いんだよなこれだけ。こっちは妙に虫が多かったから、白い線は虫だと思う。なんかこの白いやつこっちに向かってきてんだよね。これが旧犬鳴トンネルの竣工碑やな。白くて細い縦の光みたいなのって木？虫だと思うけどな多分。虫は虫ってな。すみません。雨か？いや雨は降っとらんかった。で、問題がこの写真。この写真を撮った直後、すぐ左横から甲高い笑い声聞こえた。やっぱり新スポとか曰く付き物件とかいろんなところ行ったら幽霊見えることとかあるん？そやあるよ。ただそんなテレビやら YouTube みたいにしょっちゅうではない。どっちの入り口側かはわからんけど、江戸時代に若い女性と子供二人が野犬に食い、されたっていう記録が残ってるらしい。めっちゃホテルの壁からバンって落としたわ。そしてこれが、最後の一枚やな。写真は以上やな。見てくれたみんな、本当にありがとうやで。そろそろ寝るわ。疲れた。俺も寝るわお疲れさんやで。ありがとうな、おやすみ。異例の森よりヤバいは旧犬鳴トンネル。有名な心霊スポットなんか。日本一有名な心霊スポットじゃね？映画化されとるし。はい。この先、日本国憲法は通用せずってな。あれって本当にあんのか？ない。だろうな。ダムの底に沈んだ犬鳴谷村ってのが、犬鳴村のモデルでは？言われてるよな一般的に。その犬鳴谷村が地元では第一犬鳴村言われてて、柳原集落が第二犬鳴村言われてるんよ。今回旧トン柳原集落って順位つけるなら何番目くらいなん？危険度で言えば一番かも正直。やっぱり野犬はやばいんか。異例の森や白鷹狼、樹海は超えてる。行く前までずっと人工霊って決めつけてた自分が素直に恥ずかしい。すまんマジで寝るわお休み今日はありがとう。こちらこそ、昨日はありがとう。あげるの忘れてた、今日の飯テロと、ホテルの写真や。お前のスレまとめられてるやん。俺も明日からヤバそうな集落でバイトや、頑張るぞ。ちな場所は東北の方。報告まっとくは明日から頑張。アルバイター吉田ってヤガミって人のやつ？せやで、ヤガミおなじみの吉田や。あのアルバイター吉田って本物だったの？創作だと思ってたぞ。寝る、おやすみ。集落のバイトとか絶対あかんやつやん。今来た、やっとこのエッチのスレに出会えたわ。黎明期のノリが痛いけど懐かしいわ。謎に包まれた柳原集落の正体とは、一体。心霊スポット慣れしていると語ったエッチだが、ちゃんとお祓いには行けたのだろうか。エッチの無事を心から願っている。犬鳴トンネル以外にも、日本にはたくさんの心霊スポットが存在する。その場所と危険度を、本当にあった怪奇現象とともに、詳しく解説していこう。一番ヤバい心霊スポットを教えてくれ。そろそろ夏やし。宮城の八木山橋。なんか事故とかあったん？宮城、八木山橋は最強の心霊スポット、市の名所と言われる理由を調査。八木山橋は、宮城で有名な心霊スポット。テレビ番組水曜日のダウンタウンで取り上げられたが、霊能力者ですら近づくことを拒絶した最強とも言われる心霊スポット。なぜかここで見えない何かに引き寄せられるようにして自ら命を絶ってしまう人が多く、防止のための柵を取り付けても事故の件数は減らなかったのだという。周辺住民も夜は近づかないほど不気味な雰囲気が漂っている。犬鳴トンネル東京やな。町から公衆便所の匂いが漂ってきて臭かった。新宿とかそこら辺の心霊スポットより人出るからな。京都の清滝トンネル、実際それっぽい体験はしたぜ。詳しく。清滝トンネルの上が山になってるんやけど、そこに曰く付きのカーブミラーがあるんよ。鏡が地面の方に向いてるカーブミラーで、その鏡に映らなかったら、塗って言われとるやつなんやけどな。友達らとそこに車で行ってトンネル通って山を一周したんやけど何もなくてさ。
まあ記念に山の上のカーブミラーの写真撮ろうって思って登って行ったんよ。ほなさ、カーブミラーに着く寸前に霧が出だして雨がめっちゃ降り出したんよ。それまで雲一つない晴れ空やったのにな。カーブミラーに着いた瞬間に雨が止んで霧も晴れたんやけど、けったいなこともあるもんやなぁと。ほんで、カーブミラーの写真撮ろうとしたら女の声で。何見てるの？って、男しかおらんかったんやけどなぁ。心霊体験できるなんて羨ましいわ。カーブミラーってパークウェイにあるやつのこと？せやな、道路やな。清滝トンネルの上の道路にある真下向いてるカーブミラーのことやで。幽霊信じてるのか？信じたい。どこの地域に住んでるの？東京。日光の廃旅館がヤバいって動画で見た。栃木県の日光にある鬼怒川温泉地区は、廃墟が並び、異様な雰囲気を放っている。バブル期に建てられ、経営が立ち行かなくなったホテルや旅館たち。かつては観光地として賑わっていたその場所だが、ガラスは割られ、壁は崩れ、昔の面影なく崩れてしまっている。薄暗く、不気味な空気が漂うこの場所では、首のない女性の霊の目撃情報が多発している。一斉に白紙用電話がかかってくるってやつね。清滝トンネルはガチでヤバいぞ。近所だけど雰囲気がいつもヤバい。事故とか結構起こってる。地元民が言うと信憑性あるな。九前場トンネル。清滝トンネル見たけど雰囲気あってめっちゃ怖そうやな。信号がタイミングよく青でそのまま入ったらヤバいと言われてる。京都の清滝トンネルも有名な心霊スポット。信号がちょうど青だったら霊に呼ばれている。カーブミラーに自分の姿が映らなかったら霊に連れて行かれる。などの噂があり、実際に事故の多い場所として有名だ。三角の家、三重かどこか忘れたけど、ウグイス？なんとか旅館がとんでもヤバいとか見たけどな。建築家には慣れそうにないわねえ、パクられようと。震災以降霊が消えたからな。一説には妖怪大戦争があって多くの霊が消えたらしいわ。震災直後に被災地で霊を見たっていう人結構いるよね。怖いというよりなんか切ないわ。心霊体験した人とかいないの？日本の大都市か地方都市は大体空襲で大勢出るからどこも心霊スポットっしょ。心霊スポットで撮った写真だけど何も写ってないぞ。これ福江か？お、ようわかったな。柳瀬トンネルや。千駄ヶ谷トンネルとかどう？行ってみたらわかるよ。ちょっと異次元。近いから行ってみようかな。夜はちょっと違う。初めて通った時知らなかったけど、それでわかるレベルだった。後で調べたら千駄ヶ谷トンネル。写真見てみたけど結構怖そうやな。現地行ってみるといいよ。夏休み島大工は。お前の家が近所の小学生から心霊スポットって呼ばれてんぞ。Y の家高層ビルや？ Y の家の前の空き家が心霊スポット扱いされてるわ。廃病院とかも薬品やら何やらでの体調不良が心霊現象の正体やとかあるみたいやね。トンネルって心霊スポットじゃなくても怖い。怖くない？お二方のうね、正門塚。まさかど様のところは心霊スポットだね。ふざけちゃダメだよ。心霊スポットって大抵知らなかったら気分も悪くならないし怖くもないよな。ここは心霊スポットって強い意識があるとそれに騙されて体が左右されちゃうだけやし。プラシーボ的なやつか。これ好き。さ、こちらは心霊系 YouTuber、あやはるの心霊チャンネルによる、廃墟のたこ焼き屋の霊にたこ焼きを注文するという内容のショート動画。たこ焼き屋の店主と見られる霊と会話が続いているように聞こえるのがすごい。奥多摩のダム湖。おごうち村ってやつ？奥多摩湖周辺でもあそこはあまり通りたくないから避けてる。心霊スポットとかではないが、鹿児島県知覧にお父さんが勤めてた時、心霊写真何枚か撮ってきてたな。本物かはわからんが。広島の平和記念公園はもろに映ったぜ、当時の青年が。やっぱそういうところにはいらっしゃるんやろうか、昔の方々が。本物の人間に見えるから怖くなかったけどな、丸坊主で学ランっぽいの着てるみたいだった。姫ゆりとかも写真撮ったら映るんかな。一回だけ Y のアパートオーブ動画で撮れたことある。オーブって埃じゃないの？拳台の光が横にまっすぐ通過したから埃の反射とは思えない。オーブとは、写真を撮った際に光の丸のようなものが映る現象。埃の多い場所でフラッシュ撮影をした際にできる映り込みだという説もあるが、霊の仕業だという話や、白いオーブは霊が成仏しているサイン、勢いや強い念が飛ばされていると言われている。夏休みになったら千駄ヶ谷トンネル行ってみる。その時はまたすれ立てます。千駄ヶ谷トンネルって有名なんかって昔呪いのビデオとかでも出てたな。貝塚結核病院、Y が中学の時の先生によるとカルテを持って車で帰ったら、同じ道が永遠に続いて帰れなくなって今すぐカルテを返してくださいっていう電話が来てカルテ返したら帰れるようになったって言ってたわ。それ本怖かなんかで見たことあるぞ。Y ならの白鷹大神ってところ行ったけど昼までも雰囲気あったで。正直夜は行けん。桶狭間古戦場、今川義元とかの霊が見えるそうや。西海橋水族館は？潮の流れの関係でし、した人の体がたまに流れ着くらしい。滝不動はガチ。
あと注意の鳴きトンネル、今は完全封鎖されてるけど。心霊系 YouTuber 見まくってるわいわさぎ寺って言ってみたい怖そう。心霊スポットって幽霊が怖いってより廃墟が怖いんだよな。日本各地にある様々な心霊スポットを紹介した。信じるか信じないかは皆さん次第だが、肝試し目的で遊び半分で近づき、事件に巻き込まれる人も多いようだ。くれぐれも気をつけるようにしてほしい。続いては、心霊スポットに詳しい一致による心霊トンネルの格付けランキング。一つずつ詳しい解説付きなので、一緒に詳しく見ていこう。これが全国の心霊トンネル、それぞれ恐怖度を格付けしたので紹介していく。入門からあの世の入り口までランキングされたトンネル一覧。皆さんの知っている場所や、行ったことがあるトンネルはあるだろうか？これはこれは。九千場トンネル神ってどんだけ怖いんだよ。九千場トンネルの例の写真。雲閣トンネルにまつわるお話とかないかな。書き溜めてあるやつを後から貼る。肝試しに行こうとしたら、手前で触出されたんでやめた。地方別の心霊スポットをまとめようと2月から頑張ったけど、結局失念してしまった。トンネル限定だが、土曜だから頑張ってまとめてみた。千駄ヶ谷トンネルって怖いのか？千駄ヶ谷トンネル、多くの番組で紹介されている有名なスポット。1964年東京オリンピックの工事で、墓地の下に道路を通したため、霊の怒りを買ったと言われる。また、隣接するレコーディングスタジオでも怪現象が頻発している。霊の目撃情報は様々だが、特に多いのが長い髪の女の霊だという。霊に出会うことは極めて稀だが、お寺の下を無理やり通したトンネルは、他にも霊がないだけに怖い。オリンピックのためなら墓の下も掘るんだぜ。さすがはトンキン。縄文トンネル。縄文トンネルとは、JR 北海道にあるトンネルの一つ。およそ100年前、3年の難工事の末に、500メートルほどの縄文トンネルが開通した。北海道を代表する心霊スポットである縄文トンネルでは、当時から霊現象が起こっていたようだ。霊の目撃談ばかりではなく、近くの縄文駅の駅員やその家族の間がノイローゼや病気になり、死、する人まで出たという。1970年の十勝沖地震の際、壊れた壁から、500体もの白骨、体が見つかった。日本の心霊恐怖スポット100では、赤い発光体に追いかけられたという話が載っている。国内で唯一、人柱の存在が確認されたトンネルで、日本史上の陰惨な歴史を浮き彫りにしている場所の一つだ。こうしたタコ部屋労働が行われた場所は、道内では多い。話がそれるが、祖母が人捨てに聞いた話によると、金儲けできるなどとうまい話に乗せられた人が、タコ部屋労働に投じられたという。こうした災難に遭ったある方は、逃げ出したら、されるかもしれない中、命からがら逃れ、やっとの思いで故郷にたどり着いたのだという。伊勢神トンネル。東海最強と名高い、とても有名なバケトン。ここでは、伊勢湾台風による土砂災害で、親子3人が亡くなっている。また、新伊勢神トンネルの工事中に、作業員が亡くなっている。旧道で、車が出たという事実はないが、なぜかこちらでの目撃が多い。主に新道では女、母親の霊が、旧道では子供の霊が現れ、お互いを探し彷徨っているという。子供の霊が危険で、女性が入ると、母親と勘違いされ霊界に連れて行かれるという。実際に女性がここで行方不明になっており、特に女性一人で侵入する場合、命の保証はない。また、肝試しに行ったグループが全員高熱に侵された、自宅で変態となっていた、死、したなど、忌まわしい話が多い。訪れる人も多く、心霊体験の例も多い。中村トンネル、旧立石トンネル、香川県の最強スポット。入り口に地蔵が立っており、この地蔵が笑うと無事にトンネルから出られないという。しかし、現在地蔵はなくなっているので、恐怖度は半減した。このトンネルで奇妙な写真を撮った大学生が、その1ヶ月後に死を遂げている。他にも、女の霊などが出現するという。会社の同僚と中村トンネル行ったわ。同僚は近くに住んでいるから子供の時何度も通ったって、よく心霊スポットってことで肝試しに来る人目撃してたと言っていたな。同じ香川県の金山トンネルについて何か噂があるのか？交通量の多い普通の国道のトンネルなんだけど。ああ、そういえば近くの喫茶店がどうのこうのって話はあったけど、それ関係なのだろうか？金山トンネルには、子供と老人の霊が出たらしい。救急吹き上げは封鎖されてるからランク外？全国の心霊トンネル、ヘッドがいなくなったら、俺たちはしまいだー。うむ。入れなければ意味がない。旧天城トンネルはもっと低くしていい。旧天城トンネル、天城越えで有名な、静岡県を代表する心霊スポット。明治に作られた古いトンネルで、旧道ではあるが現在も整備されている。有形文化財にも登録され、周辺も公園が整備された。
トンネル内部にはガス灯と思われる照明がついているが、一昔前までは真っ暗だったという。霊の噂としては、女の霊を見たという目撃談が多い。この付近では、昔は追いはぎや強盗が多く、女の霊はその犠牲者なのだろうか。天井ではなく天城です。割と近所だから何回も行ってるが怖い場所じゃないな。伊勢神は霊が出ないって聞いたから、この夏行くのをやめたんだが。一応訂正。怖え。香川の友達に連れてってもらったの中村トンネルなんかな。内部がデコボコで狭いトンネル？手掘りのトンネルだから、まあ木が生い茂ってて雰囲気はあるから道幅も狭いし暗いし、心霊関係なく夜は通りたくないな。近くに新立石トンネルって大きな道があるから中村トンネルを通る意味すらないんだけどね。手掘りって言ってたわ。じゃやっぱしそこだ、あれは怖いわ。トンネルではないが、日本海中部地震から29年だから紹介する。鴨青さ海岸。1983年の日本海中部地震は、秋田県民の記憶に鮮明に焼き付いている。遠足に来ていた小学生13人が津波の犠牲になり、国内外に衝撃を与えた。この場所では子供の笑い声や泣き声が聞こえる等の心霊現象が多い。子供を乗せないでくださいという看板があるというが。うどん県民だけど中村トンネルがどこにあるかも知らない。金山は片側2車線で車よく通ってるし怖くないでしょ。まず、地図から立石トンネルを調べる。夜中行ったら何が起こるかわからないんで、行くなら昼間。中村トンネルの動画だが、これは結構面白い。旧伊勢神がやばいんじゃなくて旧旧伊勢神がやばいんだ。旧東山トンネル。ここ、昔よく通ってたけどなんともない。携帯で動画回したけどなんともなかった。ただ、霊感のある人はかなり気持ち悪く感じるらしい。心霊スポットじゃなくても深夜の小さなトンネルはどこも怖い。蛍光灯壊れてるわ長いわいつもおばあちゃんが前から歩いてくるわで怖い。いつもおばあちゃんが前から歩いてくるわ。え？幅 4.5 メートルがデコだからね。狭いトンネルだと霊が集まりやすいのだろうか。山形から宮城間の中切り峠のトンネルではカーナビにお化けのマークが出る。それほどよく出るからってテレビでやってた。ちなみに俺は100回くらい通ったけど出たことないわ。あそこは昔追いはぎ多かったらしい。お化けマークって本当にあったんだ。教習所でもらった教科書にはついてなかったな。最近のカーナビは心霊スポットも警告の対象なんだな。知らずに国道や廃道に案内され涙目ってことも少なくなったのか。人を引いてしまった。って通報があって警察が駆けつけると、確かに車は何かにぶつかってるようなのに、どこにも人も動物も見当たらないってことが相次いで起こって、夜間警察が巡回してた地域が宮城の沿岸部にある。牛首トンネル、宮島トンネル、石川県の最強スポット。車1台分ほどの狭いトンネル。トンネル内部に地蔵が置かれており、血の涙を流すという。また、首なし地蔵を見ると、老婆の霊が車に乗り込む、フロントガラスに大量の手形がつくという噂がある。訪れた後、不可解な事故に遭遇するというので近づかない方がいい。開門トンネル。開門トンネルとは、鹿児島県の奥良本1号トンネル、奥良本2号トンネルの通称である。狭く暗いトンネルで、昼間でも気味が悪く感じられる。人工照明がなく、穴が天井部に一定間隔に設けられている。2号トンネルの中ほどには通気口のような穴があり、そこから異様のものがこちらを睨んでいた。トンネル内で血だらけの軍人が歩いていた、といった目撃談もある。地元住人によると、トンネルを訪れた人が発狂し、数日間意味不明な言葉を発し続けたという。他にも、霊に招かれ事故を起こしたという人たちもおり、かなり危険な心霊スポットであることは確かだ。国道ドライブが趣味だと知らずにそういう心霊トンネルに出くわすことあるから、県境のライトが全くない真っ暗なトンネルとか勘弁してほしい。日本全国のトンネルの数はざっくり1万本あるんだぜ。霊が出るトンネルは、判断基準によるが100程度。つまり100本に99本は安全ということだ。職業柄タクシードライバーとかトラック運転手なんかは業界内や会社の話やそういう心霊体験した人や場所を知っている人は多そうだな。他の心霊スポットに含まれているトンネルは外したが、滝不動の山本トンネルは上級ランク、妙見山の野間トンネルは危険ランクだと思う。滝不動、山本トンネル、山形県の最強スポット。近くに火葬場があり、昔は処刑場だったなど、この土地に関する噂がいくつもある。日本の心霊恐怖スポット100によると、噂はどれも信憑性が高いらしい。霊が出没するという話は少なく、訪れた帰りに霊障を受けることが多いそうだ。滝には錆びた剣が刺さっており、剣を抜くと、の制裁を受けるという。実際、たたりにより誰かが亡くなったという話は見つからなかったが、何かしら災いが起こるようだ。滝不動に訪れた翌日から高熱を出し、10日以上も寝込んだ人や、帰り道に事故に遭った人もいるので、近づかない方がいい。また、近
近くの山本トンネルも心霊スポットであり、赤ん坊の霊が出たという話もある。白い車で滝不動に行くと、赤ん坊の手形が無数に窓ガラスにつくと言われているが、これは赤ん坊の仕業に違いない。妙見山仕置場。関西屈指の心霊スポットと名高い場所。ことさら怖い場所は処刑場近くの野間トンネル。タクシー運転手はこの場所を通ることを嫌がる。霊を見てしまい、一週間も体調不良が続いた人もいる。白い服を着た女の霊が有名。もう、七井出順一の看板は今でもあるの？もう、七井出順一とは、伊勢原市と秦野市の間にある国道246号線の前場峠に実際に建てられていた看板のことだ。当時はテレビで特集されたこともあり、有名な心霊スポットとなっている。バイク事故で命を落とした順一という少年が霊となり、何度も繰り返し現れ自動車事故を引き起こしているのだという。霊となっても何度も車に轢かれる姿をかわいそうに思い、もう、七井出と書いた看板を設置した。というのが噂の内容だが、その真相は少し違った。この看板を建てたのは、亡くなった順一くんのご両親で、もうこの場所で僕と同じように命を落とす若者が現れませんようにと順一くんが願っている、という意味合いで供養のためにこの看板を建てたそうだ。ちなみにこちらの看板、現在は撤去されているのでもう見ることはできない。旧松井田トンネル、東日本屈指のバケトン。このトンネルを通り抜けると、多数の人影が現れる、女の霊が歩いてくる、複数の足音が聞こえるといった怪現象が起こっている。霊に取り憑かれ、トラブルに見舞われたという人もいる。特に女性は危険らしい。焼いたトンネル、栃木県の最強スポット。多数の霊が存在する。男の霊や女の霊が現れるという。トンネル内部で霊のうめき声を聞くと、気が触れるらしい。夜間の散策は、とても危険。これは様子で。旧つづらトンネル、塚川トンネル、照明の内部気味なバケトン。女性が昇進し、したという話があり、入ると必ず良くないことが起こるという。タイヤがパンクする、帰宅後金縛りに遭うと言われている。旧中愛トンネル、中愛隧道。九州屈指の心霊スポットである旧中愛トンネルは、1963年、西口明事件の舞台となった。トンネル付近で、日本専売公社、現日本タバコ産業の職員等二人が斬首されたのである。他にも、付近での事故、車屋事、車が極めて多い。怪奇心霊ファイルでも紹介され、霊能力者も潜入している。特に女の霊の目撃談が多く、トンネルを訪れた後によからぬことが起こるというので、冷やかし半分での散策は危険だ。1967年に2代目の旧、新中愛トンネルが開通したが、1999年、交通上の問題から閉鎖された。現在使われているのは、2007年に開通した3代目の新、新中愛トンネルである。日本の心霊恐怖スポット100では、新中愛トンネルにて親子の霊を見たと載っているが、これは旧、新中愛トンネルでの目撃談である。新、新中愛トンネルに霊が出るのかは不明。押角トンネル、宮古市にある有名なバケトン。1935年に竣工された古いトンネル。強制労働や人柱等の噂があり、霊感のある人が通ると霊の気配を感じるという。また、エンジンが止まるなどの怪現象が起こっている。ミステリアスな心霊スポットだ。押角トンネルは押角峠に存在する。険しい峠なので、トンネル以外でも曰くがある。話トンネル、宮ヶ沢トンネル。車1台ほどしか通れない狭いトンネルで、雰囲気だけでもとても怖い場所。トンネルを越えたところにある小屋では、少女が死、しているという。付近での死、が多く、人事件で遺体が埋められたということもあったそうだ。トンネル出口には謎の鉄筋があり、心霊上等と書かれたお札が貼られている、現在も貼られているのかは不明。このトンネルを通った複数人が、皆事故を起こしたという噂もある。かなり上級者向けの心霊スポット。全部行ったのか？情報を集めただけ。行ったところで怪しかったのは北の魚トンネル。北口付近の雰囲気が不穏。通った後足がガクガクするし。犬鳴き峠のトンネルがないぞ。旧犬鳴きトンネルは今は入れないんだっけ？新トンネルの方にも出る？旧は無理、新は普通に通れる。入り口から異様な雰囲気だから行かない方がいい。それにしても不思議、心霊現象って本当にあるんだなと思い知らされる。全国にある心霊スポットの中でも、より危険なものを集めて紹介した。実際に霊は見えなくとも、曰くつきになっている場所にはただならぬ雰囲気がある。科学では証明できない恐怖体験もたくさん存在するのだ。皆さんもむやみに近づかないよう、気をつけてほしい。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんが行ったことのある心霊スポットはありましたか？恐怖体験やエピソードがあればコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。